いやー、まだまだ寒いね。はい、寒いと体調崩しそうです。確かにこう寒いと替えとか引きやすそう。うん、じゃあ今回は風邪の時の食事についてお伝えしようか。あ、食事も大事だけど、あったかくして安静にしたり、しっかりぐっすり寝るのも大事だからね。風邪の時の食事、おかゆとかです？そうだね、おかゆは柔らかいし、味付けが濃くなければ喉にも優しいし。あ、風邪の時は消化機能が落ちてるから消化しやすい白米で作るのがおすすめだよ。消化しやすい白米？健康にいいとかダイエットにいいとか言われる玄米とかは白米より消化が大変だからね。風邪の時に取りたいのは、体が炎症を起こしたり免疫が戦ったりしてくれたりして消費しているタンパク質、それから体を治すり体力を回復するのに必要なエネルギー、それからそれらのサポートをしてくれて消費されがちなビタミンとミネラル、このあたりを取りたいよね。結局ほとんどの栄養素取れって言ってませんか？まあバランスは大事なんだけど、風邪の時は刺激が少ないものがいいし、消化機能が低下してるから消化しやすいものがいいよ。刺激が少ないっていうのは、味付けが薄いものとか香辛料とかのスパイスを使っていないものなんでしょうけど、消化しやすいものって脂肪とか食物繊維が少なめの食材かな。あ、そういえば三大栄養素の中で脂質だけ蚊帳の外でしたね。というか食物繊維って健康にいいイメージですけど、普段なら健康にいいって感じだけど、ほら食物繊維って食べ物の消化を緩やかにするとか言うでしょ。つまり消化がゆっくりだったりする場合が多いんだよね。だから消化機能が落ちてる時におすすめとは言いにくいかな。なるほど。あととりあえず水分、水分はめちゃくちゃ大事。体の真っ最中でも水分抜け取って、味があるものがいけるならスポーツドリンクとか蛍光補水液とかも水分、ミネラル、カロリーが取れるからおすすめ。流動食が食べられるようになってきたらやっぱりおかゆがおすすめかな。柔らかさの調整が効くし、レトルトのおかゆとかも売ってるから買っておいて体調を崩したうちに備えておくのもありかも。ふむふむ、お米は脂質が少なめで炭水化物が多めの穀類だからね。アミノ酸スコアもすごく高いわけじゃないけど、タンパク質も含まれてるし、タンパク質なら余裕があったら卵がゆとか鶏肉のおかゆとかでもいいかもですね。柔らかい固形物が食べれるならゼリーやプリンもおすすめ。喉が腫れてても食べやすいし栄養素も取れるよ。果物系のゼリーならビタミン取りやすいし、プリンの材料は卵と牛乳と砂糖だからね。タンパク質と炭水化物だ。あ、ビタミンミネラルの補給なら野菜ジュースとか果物ジュースもありだけど、その場合はジュース以外でも水分取った方がいいよ。つまり風邪の時は無理せず食べやすくて脳に優しい感じで消化がいい感じのものがいいんですね。うんうん、食べやすさとかはその人のその時の状況とかによるから無理せず食べられるものを選ぶといいと思うな。雑炊とかうどんとか豆腐とかヨーグルトとかもありだと思うよ。元気になって固形物も食べられるようになってきたら、野菜や脂質が少なめのお肉や魚も食事に取り入れるといいと思うな。消化機能はまだ弱ってるだろうから煮物とか蒸し物がおすすめだよ。確かに揚げ物やりたいものは料理に油を使いますからね。ちなみに一言でビタミンって言っちゃってるけど、風邪の時におすすめなのは免疫アップの効果があるビタミン A と C、 エネルギーとかを作る手伝いをするビタミン B 群。ビタミンもそれぞれにいろんな働きがありますもんね。普段からバランスのいい食事で風邪を予防とは言うけど、風邪ひく時は引くからね。引いちゃったらあったかくして安静にして十分に休んで、食べられるなら消化にいいものを食べて早く回復できるようにするといいと思うよ。特に風邪の時は自炊とか考えずに、レトルトのおかゆも買い置きのゼリーとかプリンもがっつり活用しちゃいましょう。ご視聴ありがとうございました。